で、そら豆も食べやすいように剥いてありますので、菜の花は昆布締めにしてあります。いちごと生ハムの白いになってますね。で、白いの方にあのマスカルポーネチーズ加えてますので、一緒に絡めながら召し上がってください。どうぞどうぞ。ホクホクで甘い、柔らかい、いちごの酸味と生ハムの塩味とクリームチーズのほんのり甘い感じ、酸味みたいなのを使って、結構イワシってあの梅肉と和えたりとかあるけど、そのなんか新玉みたいな、ちょっと揚げてんですよ、これちょっと敷けないように、うんうんうん、根っこのカリッと感すごい面白いアプローチですね。揚げた海苔で巻く、沖縄の魚って言われないと多分わからないです、ね、言われないと、うん、今日のコースでいうと税込1万6500コアースで、はい、ペアリングはいくらでやってらっしゃるんですか、はい、大体6500円、はい、追加で飲んだりとかしたら、はい、まあ、ちょっとずつ取るような形になってますけど、はははははは、だからお任せが2種類 でお酒好きな方はお任せするか、アラカルトでアラカルトでっていうような形になってます。客単2万ぐらいですか、ね、客単2万ちょいぐらいですね。カウントも結構、本当は8名なんですよ、はいはい、今日10名一応10名入るんですけど、はい、まあ、ちょっと感覚が狭いんで、まあ、一番ゆっくりできるのはやっぱ8名、まあ、でも週末は結構配りがち、週末はそうですね、週末とやっぱ月曜日がなんか忙しく、月曜日毎週、へえ、定休日は何曜日、日曜日です、まあ、日曜日とあと月2回平日かこうどっかで休んでる、だから月6回ぐらい、うん、スタッフも多いからオペレーションが結構スムーズに、そうですね、もうアルバイトの子がやっぱできる子が多いからもう助かってますよ、もう鱗のパリパリ感が香ばしい、毛ガニのあんかけ最高、これはもう反則ですよ、あんかけのとろみとシャリの酸味、これ永遠に食える、うん、マグロってどこのマグロですか、八戸、マグロはもう豊洲からですよね、豊洲です、そんなうちの大きくなかった、大きくないですね、そうですよね、はい、バキバキっていうよりは結構ピュアな感じの、うん、味噌は濃厚、濃いですね、濃ゆい、これサワラかはワラですか、燻香が酒を進ませる飲ませてきますね大将、
爪でもない。爪です。爪ですか。はい、直線の爪なんですよ。でもコテコテしなくて。そうですね、はい、そこまでうちコテはしてない、はい、それはアナゴにも行きます。これ危険ですね。茶碗蒸しにペアリングするって史上初です。はい、危険危険。危ない危ない。赤身の漬けになってます。上に乗ってるのは海苔の佃煮ですね。沖縄のあのマグロ。そうですよね。はい。美味しいですよ。沖縄だと本マグロ魚って何になるんですか。定置ですか。パイナマシかな。定置。夏とか結構沖縄のマグロ東京でも出てくるイメージはあります。この内装も含めてコンセプト的には、まあ、コテコテの江戸前寿司っていうよりは、あの白木のこう板に白衣にカチッとした雰囲気じゃなくて、こう BGM があって、うん、ちょっと入ってきた瞬間がちょっとシックな感じというか、ちょっとカジュアルもあってっていうような、うん、っていうところでこうちょっと海外にありそうなイメージ、モダンな感じですよね。すごい服装もちょっとこうエプロンにカリウシにカリウシね、はい、ちょっとアロハシャツみたいな感じがで、沖縄だったらいいかなと思って。皮目がちょっとだけコリッとしてて、ああ そ, うですね、その生きてる感じというか、全然くどくないですね。そうですね。炙りうまい。沖縄でホッキが食える喜びですよ。流通がやっぱり良くなったから本当助かりますよね。酢飯ゆうさんは予約方法でいうとどんな手段がありますか。インスタグラムかからの DM か、あと食べログ、はい、ネット予約、はい、今度はあのテーブルチェックとかもちょっと。あ、そうですか。じゃあベースはもうネットかインスタの DM とかで、あと電話、直接電話 OK。 そうですね、はい、で夜2回転でコースは終了。今日はもうこれで終了です。終了、はい、終了。いいっすね。めちゃくちゃ濃い。元気出ますね。出ますね。パワーフード。ちょっとうなぎテイストっぽい感じ。ああ、まあそうかも。山椒でなんか。いや、山椒とね。ホロホロで美味しい。甘さかける甘さだ。
白玉も今手作りで。そうです。今茹でてあったか冷たいと。出来たて。はい。うん、確かにあったかいと冷たいの共存。はい。あ、みりんもまたちょっと日本酒っぽいっていうか、そうです、お酒っぽい。お米の存在感がすごいあるシャリですね。そうっすね、食べ応えがある、はい、僕でも個人的にはどっちも美味しいですけど白ジャリめっちゃ好きです。あ、本当ですか。ちょっと甘さがあるっていうか昔ながら感が。赤酢と白酢のネタによる使い分けって感覚ですか。僕の感覚です。塩味もあるし酸味もあるし甘さも最後あるんで、はい、そうですね。先ほどバレーキした桜マスになってますね。手前の方が甘酒、塩麹、レモン、ミキサーにかけたソースになってますんで、そちらの方つけて召し上がっていただいて、辛味の方で白いのが北海道の山わさびかけてますんで一緒に召し上がりください。どうぞ。わらの香り、桜マスの塩味、香味野菜のシャキシャキ感、甘酢ソースの後追い、食べれるように調理してます。薬味も美味しい。山わさびがいい仕事してる。そうですね、さっぱり、はい。これ海苔はあのウニの時と同じですか。違います。違うんだ、はい。使い分け、はい、海苔使います、海苔どちらの海苔使ってるんですか。有明市で。おお、はい。シソ入ってるのがまたいいですね。シソがまたいいですよ。海ぶどうのこの塩味ってこのナチュラルな塩味なんですか。そうっす。海水から揚げてもう本当何もしないんで、水につけちゃったりすると死んじゃうんで。海ぶどうって深いところとか浅いところとか海底にいるんですか。海底です。海底、はい、だからあんま直射日光当たるところもダメみたいです。日陰の方がいいみたいです。プチプチからのこの塩味が結構パンチありますよね。そうなんです。でもなんかこうトロもあるん でシャリもあるんで。海ぶどうで沖縄じゃないですか、はい、でもウニで大将な北海道感があるっていう、なんか全てお店のカラーがあの一品に詰まってたなっていう意味 で海苔もこだわって食べ応えもあったんで。そうですね。でもあの手巻きは通年いけるんですか。あれはもう通年です。通年いけますか。はい。酢飯優さんのこだわってらっしゃるところとか、はい、大切にされてるところってどんなところですか。僕がやっぱりその教わってきたそのシャリの大切さと、うん、その臨場感、はい、あと、まあ、スタッフ全員にも言ってるけど気配り、気配り、ちょっとした、うん、楽しんで帰ってもらえるのが、うん、よかったって言って帰ってもらえるのが一番いいかな。なんか個人的には料理もお寿司も美味しかったんですけど、はい、お酒飲める方はぜひペアリングで。あ、もうぜひワインと日本酒と茶ハイボール、はい、オリジナルのお酒もあって、茶碗蒸しとか卵焼きにまで合わせてくるっていう、ね、抜け目ない感じが、ね、でもそんな量は出してないんで2合ちょっとぐらいなんです。そうですね。でそれでいろいろ飲めるんで、そうですね、満足度は高かった、はい、ぜひピアリングも